グレート・ノーザン鉄道スターリングシングル型蒸気機関車は、イギリスの鉄道会社であるグレート・ノーザン鉄道で使用されていた蒸気機関車の形式である。グレート・ノーザン鉄道の技師長であるパトリック・スターリングの設計による急行旅客用機関車。金星の取れた優美な外観から当時の英国機で流行していた。 車軸配置4から2から2様式の最高傑作の一つと称されるほか、同社の看板特急であるフライングスコッツマンの初代牽引機でもある。同輪の直径は8フィート1インチ。同時代のシングルドライバー機の中でも大型の部類に属し、8フーターの愛称でも知られていた。スターリングの手による機関車のほとんどは高速走行時の安定性を重視して、 内側シリンダーによる動輪の駆動方式を採用していたが、スターリングシングルほど長大な動輪では、内側シリンダーを採用すると、駆動スペースの関係から、ボイラー重心を高くする必要があり、かえって安定性を損なうため、例外的に外側シリンダーを採用している。また、重量の増加に対処して、動輪の手前に二軸のボギー台車を搭載し、これもスターリングの設計としては、 例外的な措置だった。第1号機ナンバーワンが保存されている。AB 高畑2005、P161 高畑2005、P159。ありがとうございます。